ヨシエビは、十脚目車エビ科に分類されるエビの一種。インド太平洋の沿岸域に分布する中型のエビで、重要な食用種である。日本での地方名は、秋エビ、石崎エビ、マエビ、芝エビ、ガスエビ、カワズシラ白シ白サエビ、スエビ、水エビ、モロゲエビ等がある。生態の体長はオス150ミリメートル、メス180ミリメートルほどに達し、 同族種の芝エビやモエビより大型になる。角角は水平で、上円だけに6から9個の葉がある。甲は薄くて柔らかく、全面に細胞がある。新鮮な個体は、褐色の地に細かい黒点が、蜜布の触角、足、汚染が赤褐色を帯びる。インド洋産のマタパネイアスマナサースは、ヨシエビとよく似ていて、かつては同一種とされていたが、鉱引きの形状が異なるので、 別種とされた。他の類似種は芝エビ、萌エビ、サルエビ類などもいる。芝エビや萌エビは小型で体色がやや淡いこと。サルエビ類は体形が太く短いことで区別がつく。産卵期は6月中旬 -9 月中旬で一度に30万粒ほどの卵を放出する。成長したチエビは秋が深まると群れをなして深場に移る。この群れは冬になると ほぼ解消されるが、冬でも群れていることがある。寿命は1年から1年半だが、2年ものの、大型個体もいる。富山湾、東京湾以西の西日本から、オーストラリア、インドまで、西太平洋、インド洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。水深30メートルほどまでの内湾や気水域の砂底底に生息する。標準和名は、 このような水域の岸辺に生えるよしに由来する。昼は砂芸に潜り、夜に活動する。食性は肉食性で、貝類や他の甲殻類を捕食する。海岸部に生息する大型種で、個体数が多く味も良いことから、分布域では重要な水産資源となっている。牛エビや車エビ等に迫る大きさまで成長し、食用としての商品価値もこれらに次ぐものとされている。日本では、 刺し網や、底引き網等の沿岸漁業で漁獲されるほか、養殖や放流も行われる。旬は、高くされる夏引く秋。料理法は多様で、刺身、塩茹で、天ぷら、唐揚げ、煮付けなどに利用される。島根県では、チンジコシッチンの一つ揚げるほど重要な食材の一つで、夏に唐揚げなどにして食べることが多い。香港や関東省では、元囲いと呼ばれる沿岸に掘った。 養殖地で、車エビ類を養殖、捕獲し、元囲いエビと称して、体長8センチメートル前後のものを生きた状態で流通させているが、その主要品種がヨシエビである。他に、底引き網漁も行われる。中国語の標準名は、肩長く身体エビであるが、関東の地方名は、朝エビ、泥エビなどといい、台湾では、砂エビという、関東料理では、茹でて、 醤油と生の唐辛子などを合わせたタレにつけて、食べるのが最も一般的であるが、ニンニク虫、炒め物。ABC 三宅貞吉、原色日本王型甲殻類図鑑愛1982年保育者、ISBN45 億8630万620、ABC 林健一、日本産エビ類の分類と、生態アイネーラー目生物研究者1992年、 ISBN49 億1534万2077本およ、日本海の港、エビと、カニ14ページ足柄印刷出版部1999年、ISBN49 億121万7 0 0エビー竹田正智ほか、新装版詳細図館魚の見分け方2002年、講談社 ISBN40 億6211万2809、ありがとうございます。